はい、本日はですね、この4ヶ月間で14個のカバンを買ったので紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあこの5月からだいたい14個ぐらいのカバンを買ってて、まあリュックもあればボディーバッグもあったりとかしてて、まあ様々な容量があったりするんですけど、まあその辺をざっくり紹介していきたいなというふうに思いますので、僕も今どれぐらい持ってるんだろうなって、たった4ヶ月間なんですけど、14個も買ってるので、まあ整理をするという意味でもご紹介していきたいなというふうに思うので、まずはリュック紹介して、次ボディーバッグ紹介していくんですけど、まあ僕が普段使ってる用途とか、まあ、このカバンといったらこれでしょうみたいな感じの一言もちょっと交えながらご紹介していきたいなというふうに思いますので、もうこの画角自体がもうごちゃごちゃしてるんですけども、ご紹介していきたいなと思います。まずはですね、一番最初っていうのはこちらのノースフェイスのホットショットから紹介していきたいなと思います。これに関してはですね、僕が持ってるリュックの中で唯一柄が入ってるリュックってことになってて、これ結構僕気に入ってるんですよね。カバン自体がそんなにいいか悪いかっていうのはちょっと一回置いといて、柄自体が結構気に入ってて、まあそれこそ僕今はちょっと柄シャツ着てるんですけど、普段は結構無地のものが多いんですけど、まあ無地のものを持った時とかに、無地の洋服、例えば T シャツが着た時にこういうカバンを持ってあげるだけで、こう一つのアクセントになりますし、あとバンダナ柄が確か2020年のモデルになってると思うので、来年2021年も出るかどうかわからないんですけど、まあこの柄自体が結構今年アパレル系で多いじゃないですか。春ぐらいが結構多かったと思うんですけど、まあそんな感じのノースフェイスも出したということで、まあホットショット持ってへんかったから、まあ一回定番のものは手出しとくかということで購入したやつになってて、まあぼちぼち使ってます。割合的にはそんな頻繁には使わないんですけど、まあたまに使うかなっていうのがこのホットショットになっておりますということになってて、で次がですね、こちらのアロー22になってます。まあこのバッグもですね、めちゃくちゃ有名なバッグなんで、まあ買った時からめちゃくちゃこれいいなと思ってて、まあもともと防水のこの生地使ってたり、止水ジップ使ってたりして、結構水に強いっていうのは有名やったりするんですけど、まあ僕が持ってるカバンの中でも唯一こう水系に対応できるような感じになっているので、まあ、完全防水ではないんですけど、ちょっと小雨降ってるけど出かけやなあかん時なんかはこのバッグを使用するというような感じになってて、見た目は結構大きいんですけど、思ってるほどそんな入らないんですよね。こう横で見てもらったら分かるんですけど、結構コンパクトな感じというか、そのそんなに幅がないので、めちゃくちゃ量入るかって言われたらそんな入らないんですけども、まあ、ちょっとした小雨なんかにも対応できるようなカバンになってて、なるほど、だから人気があるんやなという感じになってるんですけど、まあそんな超有名な、バッグになってます。これがアロー22になってますね。特に今のところ不満点はないですかね。ちょっと汚れやすいというか、この防水の生地のところが若干なんか白っぽくなりやすいんですよね。だからまあこれに関してはちょっと汚れるなっていう印象はあるんですけど、僕あんまこういうの気にしないんで、汚れてるわぐらいには思うんですけど、一応まあそんな感じになってて、人によったら多分この汚れは気になるんやろうなというふうに思います。でそして次がですね、同じくアークテリクスのリュックです。これがマンティス26っていう名前のリュックになってて、まあ、パッと見は結構似てるんですよね。似てるけどよくよく見たら違うくて、これに関しては防水の仕様にはなってないので、本当に普通のリュックでも、普通のリュックやけども一番かゆいところに手が届くというか、一番僕がヘビロテしてるリュックなんですよ。小分けスペースがいっぱいあって、どんな服にも合うし、でなおかつ背負い心地がいいという、今のこのトリプルスリーを達成してるバッグってこれしかないんですよね。だから今のところはまあこれを結構メインで使ってて、一番使う頻度が高いのがこのマンティス26ということになっております。まあ、特にまた梅雨時期とか、来年の梅雨時期とかになったりしたら、そのアロー22ってさっきの防水の方が良かったりすると思うんですけど、今の段階ではもうあんま雨降ってないから、これ結構使ってるでいう感じになってるのがマンティス26ということになってますね。そして次のリュックがですね、これはもう説明不要ですよね。絶対皆さん一回は見たことあるっていう、めちゃくちゃ超有名な不滅のバッグになってるんですけど、これは、グレゴリーというアメリカのブランドのバックパックになってて、名前がデイパックっていう、まあそのままの名前になってるんですけど、もうほんとこれ30年以上前から発売されてて、ずっとこの形で販売され続けてて、まあ、もちろんちょっとタグが変わったりとか、要所要所のアップデートはあるんですけども、まあ、それでも発売され続けてるっていうぐらいファンも多いし、定番のアイテムだから、例えば定番アイテム100選とかやったら絶対出てくるようなアイテムになってくるので、まあ、何がいいとか何が悪いとかっていうことの前に、まあ、とにかくここは一回は踏む場所みたいな感じになってるので、まあ、そういったリュックっていうのがこのグレゴリーのデイパックになってます。これを得てからいろんな多分カバンに行きはる方多いと思うんですけど、まあ、それぐらい定番のアイテムっていうのがこれになってますね。ただこれ僕に関してはあんま使う頻度がなくて、ほぼほぼ使ってないですね。なのでめちゃくちゃ綺麗なんですけど、まあこれに関しては結構長持ちするっていうのも評判はあったりするので、まあいずれ自分の子供に譲れれば嬉しいかなというふうには思うんですが、その前にいつ嫁に取られるんでしょうという感じになってるんですが、次に行きたいなと思います。そして次がですね、この一番上に見えてるこれ行きましょうか。
ミステリーランチのヒップモンキーという、バックパックというか、まあ、ボディバッグ、ウエストバッグになってます。バックパックではないですね、はい。でこれが一応容量が8リットルということになってて、今までが全部20台なんですよ。26リットルとか22リットルとかなんですけど、こっから一気に8リットルまで下がってきて、結構まあ小型になって、8リットルってことは8そんだけしか容量入らないのでちっちゃいんですけど、まあ、この容量って特にこれから冬場とかになってきたら男性の方が一番使えるようなサイズ感の容量になっているので、まあ、ちょっとしたメモ帳入れたりハンカチ入れたり水筒入れたりとか、まあ、財布ももちろん入るんですけど、そういうのががっさり入るような感じの仕様のリュック、ボディバッグになってますね。なのでまあ僕もこれから使っていくんですけど、多分秋冬では一番これのボディバッグはあの使用頻度が高くなるんじゃないかなと今は思ってて、まあ、こんだけまだボディバッグいっぱいあるんですけど、まあ、秋冬やったら一番使うのこれちゃうかなって、色的にもコヨーテって綺麗な色なんで秋冬に映えそうじゃないですか。だからまあこんなん使っていこうかなというふうに計画している段階でございます、というのがこの、ミステリーランチのヒップモンキーになります。そして次がですね、こちらの後ろにかかってる、またアークテリクスですね。アークテリクスのアロー8というモデルになってて、先ほど出てきたこちらのアロー22というモデルの小型版になってるんですけど、まあ、生地とかは似てる生地を使ってるので、ここも防水の生地が使われてたり、止水ジップって言って水が入らないようなジップが使われてるんですが、まあ、これに関してはですね、めちゃくちゃ機能的でいいし、作りもしっかり高級感があるんですけど、いかんせんこう背負ってみるとちょっと郵便屋さんの雰囲気出るんですよね。まあ、これはあの僕が悪いんですけど、こうなんか僕にはあんま合わないんですよ、こんな感じになって。ちょっと郵便屋さん系の雰囲気がしちゃうので、あんまりちょっと使用頻度は最近は使ってはないんですけど、それこそこのさっき出てきたヒップモンキーが購入する前までは結構使ってて、カメラバッグとしてあの電池入れたりとか、あとレンズ入れたりとかして出かけたりしとったんですけど、最近はちょっとあんまり使えてないんで、またあのいろいろ使っていきたいなとは思うんですが、そんな感じのカバンになっております。まあなので人によったらこの8リットルっていう容量はですね、結構中途半端の容量とは言われるんですけど、結構クロート受けするというか普通な人は好きな感じの容量になっているので、意外と人気あるんですよね。これが8リットルということになってます。で次からはですね、ガクンと容量が落ちていくんですけども、まずこれいきましょうか、ノースフェイスのオリオンというボディバッグになってて、これに関してはですね、結構使い勝手いいんですよね。でまあこれを一言で例えるなら、あのノースフェイスの中のボディバッグ界でも隠れた名品って言ってもいいぐらい、いい感じになってて、僕は一番好きなボディバッグ、ノースフェイスの中で一番好きなボディバッグになっているので、よくノースフェイスといえば他に後で出てくるスイープとかグラニュールって言われたりするんですけど、僕はこのオリオンが一番使い勝手もいいし、おすすめできるカバンになってるんじゃないかなというふうに思います。個人的にもよく使いますしね。で次が何かっていうと、次はこれいきますか、 GR ランバーというこのゴアテックスを使用したボディバッグになってて、唯一ノースフェイスの中でも結構少ないと思うんですよね、このゴアテックスを使用してるっていうのが。だから例えば登山行くとか、そのスポーツで使うとかっていう方とかやったら、汗とかこう急な雨とかが降ってきても対応できるようなカバンになっているので、あんまり私服で使うっていうよりかは、どうしてもアクティビティとかスポーツとかでこう使えそうな感じのカバンになってますが、いかんせん僕アクティビティも今年夏1回もしないし、スポーティーのことも全くしないので、これは今1回も使ってないんですけど、まあ多分このコロナが落ち着いたりとかして、いろいろ外出かけたりしたら、例えばサーフィンの時はこれに入れていこうみたいな、ほんなら濡れへんよねみたいな感じで持っていけたりすると思うので、まあ、そんな使い方をしようかなというふうには思ってます。でそして次がですね、こちらもまた防水になってるんですけど、これがちょっと名前がいつもド忘れして、これなんていう名前か忘れたんですけど、なんとかクーラーポーチっていう名前になってるんですけど、このクーラーポーチに関しても同じように防水の仕様にはなってるんですけど、これに関しては生地自体が防水じゃなくてコーティングしてあるんですよ。だから何が違うねんっていうと、劣化するんですよね。いずれこのコーティングが剥がれてきて、もうあの防水の仕様じゃなくなっちゃうので、いずれはこれは寿命を迎えるようなバッグになってるんですけど、まあこれとかもそうですよね。例えばサーフィン行く時も使えるし、あとそれこそ形が結構しっかりしてるから、こう崩れたあからんあかんもんってあるじゃないですか。だからこういうさっきのカバンとかやったら形が結構ペタンコになっちゃうので、崩れたあかんもんっていうか、当たったらあかんもんとかも結構あるんですけど、まあこれに関してはある程度形がしっかりしてるから、こう崩れたら困るもんって何があるんやろな、マカロンとか、まあとにかくよくわからないんですけど、まあそういう崩れたあかんもんなんかもこうやって入れたりとかできるような感じになってて、それが似合ったらこう飲み物とかも入れたり、まあクーラーポーチなんでできるような仕様になってるんですが、いかんせん今年の夏はアクティビティも何もしないって先ほど言ってるんですが、これは一回も使っておりません。ああ、一回だけ使いました。そして次がですね、これまあノンスペースの中では一番有名なバッグって言ってもいいでしょう。このスイープというバッグになってるんですけど、多分ノースフェイスボディバッグって調べたら真っ先に出てくるのがこのスイープになってるんですよね。でこのバッグももちろんいいのはいいんですけど、
けど、まあ、人によってちょっとどうかなと思う部分があって、まあ、僕ずっと言ってるんですけど、これがですね、こう開けると結構荷物が落ちやすいんですよね。だからそういう部分で僕には結構合ってないカバンになってるので、僕は全く使わないんですけど、まあ、人によったらそれは向いてるとは思うんですけど、僕結構自転車とか乗るんで、こう自転車乗ってる時にこのジップ開けたら全部こぼれるんですよ、ボーって前に。で、特に自転車ってこうなってるから、だからそれ以降使わんようにしてるのであんま使わないんですけど、まあ、ノースレスの中では一番人気のあるボディバッグちゃうかなというふうには思いまして、で次に出てくるのがグラニュール。これも結構効くと思うんですけど、要は何が違うんって言ったらサイズが違うんですよね。これに関してはもう一番小さいモデルかな、確か 1.5 リットルかなんかそんなやったと思うんですけど、めちゃくちゃちっちゃいんですよ、容量が。だから本当に普段持ってるあの持ち物が最低限入ればいいっていう方とかには向いてると思いますし、あとお子さんと持ち歩く方とかは向いてると思うんですけど、これもさっき見てたスイープと同じで、このポケットが前にあるんですよね。だから自転車とか乗るときにこうバッて開けちゃうとボロボロって落ちちゃったりする心配があるので、その辺が怖くて僕はあんま持たないんですけど、まあ、いずれ将来あの子供ができたりしたら子供にも出してみようかななんて思っちゃったりしてます。そして次がですね、こちら後ろにある、もうこれは名品中の名品ですよね、もうすごい名作の、アークテリクスのマカ2になってます。でこれに関してはもう残念ながらもう廃盤モデルになっちゃって、めちゃくちゃ良くて、もう僕が2020年買って良かったもののナンバーワンっていうのを上半期に出したと思うんですけど、それぐらい良かったんですけど、残念ながら廃盤で2020年の春夏までしか出なかったんで、あら残念という感じになってて、この後ろ側にはスマホも入れれるし、でピュッて入ってまたピュッて出せるような感じになってるのに、小分けも多い、そして撥水の加工もあるから、ペットボトルとか一緒に入れても中身が濡れないっていう、すごい素晴らしい感じになってるのに、あら残念と思ってたら、一番最後の、そうこの、マンティス2というのが出てきたんですね。でこのマンティス2っていうのは全く名前は違うんですけども、実はこのマカ2と全く中身が一緒なんですよね。であの違いとかも若干あるんですけど、まあ、それは別動画で喋ってるので、まあ、今回では割愛するんですが、ほぼほぼ同じような作りで出てるので、機能的な部分は一緒で、さっき言った携帯スマホをここに掘り込んだりできますよっていうのがあったりだとか、あと中の小分けもしっかりありますし、撥水の加工も行われているということで、なんか名前は変わったけども機能的な部分はもう全く変わってないっていう、まあ、これもめちゃくちゃいいカバンになっているので、これが2020年の秋冬から出てるモデルになっているので、これも結構今人気でめちゃくちゃ出てるらしいので、欲しい方は早めに買った方がいいかなと思います。あのおそらく完売すると思いますし、このマカ2に関しては、まあ、あの定価であの手に入れられない方が多かったらしいので、まあ、マンティス2は早めに購入された方がいいんじゃないかなというふうに思うっていうぐらい人気のカバンになってますね。はい、というのが、以上ですね、2、4、5、8、10、14個のカバンということになってるんですけども、まあ、また購入して4ヶ月ぐらいということで、物によったらまた数週間しか経ってないやつもあるので、これからどんどん使っていく中で、あ、これいいなとかこれ悪いなとかっていうのも、まあ、使用してから分かることもあると思うので、まあそれはそれで紹介するんですけど、今回は一応まあ持ってるカバン、この4ヶ月間で買ったカバンをざっと紹介してみたっていう感じにはなっております。というのと、あれですね、まあ、使ってみた感想みたいなのもちょこっと入れてみたっていう感じだったので、まあ、やっぱ1年ぐらい使わんとはっきりしたことって分からないと思うので、また来年ぐらいに使用してみてどうでしたみたいな話はしようかなというふうに思います、ということになってます。なので本日はですね、僕が持ってるカバン14個を全て紹介してみたという動画になってます。はい、まあ、カバンはまだ他にもあるんですけど、最近買ったカバンですね。はい、ということになってますので、本日は、ということになってるので、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。